さあ、ノスタルジックツーリング番外編の帰宅編ですね。この帰宅編が取られる時っていうのはですね、帰宅が地獄であろうと予想される時だけというですね、そんなジンクスがあったりなかったりするんですけども、まあ今から帰るところがですね、現在地から見るとこんな感じです。考えられないぐらい遠くにいますね。ここですね。今ちなみに、午後3時なんですけど、ここに帰るという形になってます。なのでパッと見8時間43分とか書いてあるんですけど、まあ多分もうだいぶすでに眠かったりとか参ってるんですけど、まあ、ここからですね、多分到着予定時間12時ぐらいですかね、夜のね、という感じで、まあ、走り詰めですけどね、なっております。ちなみにもう林さんはすでにもうゲームオーバーして嫌になって、早く帰りましょうよって言って、今この撮ってる撮影中も圧をかけてくる感じになっておりますので、皆さん乞うご期待で。さあ発進してですね、30分ぐらい走ったんですけど、もう眠さの限界をいきなり迎えてですね、よくわからないところで道路を降りてしまいました。ここはなんかコメリなんですけど、はい、もういきなり眠い。まだ全然進んでないんですけど、ちょっとやばい感じがしますけど、まあ、皆さん適度な休憩が大事なので、ぜひぜひ休憩しながら進んでください。我々もそうします。さあ現在ですね、飛騨高山ですね、今現在の時間が8時40分です、夜の。そして走行距離が、トータルで890キロですね。で一応雰囲気的にはみんな元気です。みんなそれぞれに1回眠気の山を越え、そしてですね、林さんがどうしてもワークマンによって防寒をしたいということでですね、私もですね1000円の上着を買ってですね、ちょっと防寒を強めたところ、まさかのまさかの寒さでね、想定外のという感じの状況です。ただここからまだめちゃめちゃあるので、まあ、そういうもんなんですよ、ツーリングっていうのは。はい、っていうのをですね、まあ、引き続き行ってみたいなと思います。はい、帰宅スペシャル状況報告でございます。今9時半です、夜の9時半で、場所この松本めがけて走ってるんですけど、ちなみに私の目的地、今日ですよ、私の目的地はですねこの辺でございます。もうどんだけあんのって話なんですけどね、こう松本まで山道なんで、今平湯料金所とかいうところでですねトイレタイムに入ってるんですけども、もうなんて言うんですかね、トイレにひたすら止まってる感じですね。はい、でみんな元気です、今のところ、林さんも含めてということでですね、今後どうなっていくのかちょっと楽しみですけどね。はい、行ってみたいと思います。さあここはですね、緑湖、パーキングエリアですかねになってます。ここまでの走行距離が994キロ、まあ、ほぼもう1000キロですね、1000キロになっていて、時間がですね夜10時47分という感じですね。まあ、ここでちょっとおさらいなんですけど、一応朝我々は6時かなに起きて、そして8時に出て、そしてですね今ここにいる感じになります。いろいろ2時ぐらいまでかな、撮影とかをやっていて、そこからここに来てるんで、林さんはわりかしまだ生きてます。まあまあ元気ただ奈良半くんはもう死んでますね。
さっきまで無駄に元気だったのに大きい声出しすぎて、もう今モンスターエナジーを飲んで無言でカメラを持ってるっていう感じになってます。そんなわけでですね、はい、もうちょっと走ったら一回ちゃんと下休憩取らないと危ないんで、とりあえずはその手前でトイレ休憩が入ったという感じです。さあ諏訪湖ですね、ついに中央道の方まで戻ってきたんですけども、現状ですね走行距離1007キロです。そして時間が11時43分、ここで今ちょっと休憩を取ったんですけども、はい、私がミンミンダハの2本目に突入したのと、でもなんかちょっと飲んだら具合悪くなったから1本よく見たら1日1本にしてくださいって書いてあったんでで今ちょっと飲んだぞっていうプラシボでちょっと元気になってるのと、そして林さんはもう泊まりたいってひたすら訴えてきてるという状況ですね。泊まって帰りたいっつってもう一人だったら泊まってるわってわきゃわきゃ言ってますけども、はい、で、奈良くんは、残り燃料がゼロらしくて、私がここからはですね後ろを持とうかなという感じでですね、だいぶ皆さんお疲れのご様子でございます。まあ今休憩したんでね、ここからまた加速していきたいなと思うんですけども、あと200何キロだ、200ちょいぐらいですかね、はい、もうちょっとでございます。さあここはですね双葉サービスエリアですね、今時間が12時、いささんねし大体めんどくせ、はい、今時間が12時45分、走行距離が1069キロでございます。私はですね元気度が多分 40% ぐらい、若干の眠気って感じですね。そして奈良藩くんはですね何パーセントぐらいかな、奈良くん。ちょっと回復します。変に回復しておりますで林さんはもうだいぶ怪しくなってきて、早く帰りたいっつってもうこんなところで止まってんじゃねえよっていう空気感を出しておりますというところでですね、引き続き帰りたいと思います。結構でも嫌になってきたかな、さすがに。さあいよいよですね談合坂ですね、もう近いですよ。談合坂まで帰ってきましたから、現在の走行距離が1132キロ、時間は1時42分という感じですね。はい、まあでももうここまで来ればねだいぶ終わりが近いんですけど、あと100キロ弱ですかねみたいな感じです。ちなみに現状の報告なんですけど、私はミンミンダハが効きすぎてですね全然大丈夫です。そして、林さんは今きついきついってぐちぐち言ってるぐらいの感じで、奈良藩くんはもうなんか体調崩して、なんか鼻が詰まって息ができないとか、ネミーだ、ちょうちんだとか、トイレが我慢できないとか、いろんなわがままを全部言ってるという、そして反省しましたっていう弁をついに述べるというところに、この時間に至って。申し訳ない。という感じですね。多分これ、ノスタルジックツーリング行きたいとか言う人いるんですよ、たまに。多分もう一回来るとですね、ギョエスって感じだと思いますんで。はい。変わってほしい。だ、そうです。ということでですね、今日も、撤退作戦がですね、うまくいくように皆さん祈っててください。
さあいよいよですね、到着しました。結構ヘロヘロですね。ちょっと今見てみましょう。走行距離が、トータル1207キロが今回のですね最終でございます。そして、時間はですね2時56分に、無事お店に到着という感じになっております。まあ最終的にですね、今現状としてはですね、まず奈良半区はどんな感じですか？2回ぐらいちょっと危うかったですね。まあこまめに休憩したんで、まあ、なんとか乗り切ったというところと、ちょっと考え直さないと林さんに嫌われちゃうかなと思ってるんで、今回興奮しすぎて無茶しましたねそうですね、まあただ取れ高はもう最高だったので、また次企画して林さんを連れ出したいと思います。じゃあ林さんに最後意見を聞いてみましょう。林さんいかがだったでしょうか？帰ります。もう限界を迎えているようですということで今日のですねノスタルジックツーリング帰宅編、こういった感じですね、本当に大変だってことですね。まあ、無事帰ってこれてよかったです。それではですね、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。